こんにちは、浦川奈々です。今日もね、元気にガチャを回していきますので、よろしければチャンネル登録お願いします。さあ、今日はね、 KOF98UMOL の武器ガチャですね、イグニスの武器ガチャを回していきたいなと思います。武器ガチャはね、非常に相性が悪くてですね、毎回必ず天井ですね、36回だったかな、になってるので、できればね、早めに引きたいということを考えています。ケーモンの解放を見据えて、やっぱりね、2個は本当は欲しいところではあるんですけれども、確かね、40回が1セットのボックスガチャなので、例えば1回目がね、どれだけ早く引けたとしても、2個目の武器をねゲットするまでには40回引き切らないと、次のね2個目の武器に行けないというような特徴があったと思うので、結構ねコスパが悪いのかなというのが正直な感想です。ですので今回狙うのはね、やっぱり1個ですね。めちゃくちゃダイヤが余ってる人は2個ね狙い込んで、行ってもいいのかなと思うんですけど、まあ、ここは1個で、まあ、急がないんであれば後日どっかで追加で1個っていうのが理想なんじゃないかなと思います。1回あたりね、天井まで持ってかれるとダイヤだいたい2万5000から2万6000ぐらい持ってかれると思うので、出ましたね、結構早かったの、16回目ぐらいかな、で出ました。はい、ありがとうございます。今までにね、こんなに早く引けたことはなかったんでね、めちゃめちゃ嬉しいんですけれども、2回回す人はね、だいたいね、5万個ぐらいね、やっぱりダイヤが必要になってくるので、あまりね2個目狙わない方がいいのかなと思います。参考にしてみてください。それでは。